最新鋭潜水艦隊ゲイガ襲撃、22隻体制が整った。隊ゲイ、潜水艦は、まだ完全なる完成とは言えない部分もあり、今回は、隊ゲイ、潜水艦の持つ日本防衛の観点から、詳しく見ていきますね。豆知識ですが、リチウムイオン電池性能が、飛躍的に上がっています。日本の安全保障のあり方、方針、具体的な計画について定められた文書は、2022年末までは、国家安全保障戦略、防衛計画の大綱、中期防衛力整備計画の3文書であり、これらを、時の政権が閣議決定することで、防衛体制が構築されている。これらの3文書のうち、その名称は、2022年、12月16日には、後ろの2つが改められ、防衛計画の大綱が、国家防衛戦略、中期、防衛力整備計画が、防衛力整備計画となったが、文書としての位置づけ自体には、大きな変化はない。これまでと同じく、国家安全保障戦略の下で、国家防衛戦略が、およそ10年単位での日本の、防衛政策や規模感を定義し、規例に基づき、防衛力整備計画が、およそ5年単位での具体策と防衛装備品の調達数を定めるものとなっている。直近のこれらの閣議決定においては、近年、悪化の傾向をたどっている日本の安全保障環境を反映し、反撃の能力の保有と、それを裏付ける長距離攻撃兵器の取得が打ち出され、大きな転換点を迎えたことは、記憶に新しい。こうした大きな動きは、陸海空3自衛隊の装備品に、これまでは認められてこなかった射程距離にして、およそ 1000km 超級の長距離ミサイルの開発と配備が、現実のもとなり、防衛費全体の増額とともに、注目を集めている。ちょうど不幸にも、昨年は、ロシアによる、ウクライナへの軍事侵攻が勃発し、2023年1月現在も激戦が継続されており、日本のみならず、ヨーロッパのロシア側の周辺国の間でも、軍事費の増加の傾向は高まってきている。こうした傾向は、平和維持のためには必要な決断であると、日本でも、おおむね必要に迫られた上からは、賛同の意を得ているように感じられるが、以後の防衛費の増大に増税で対処しようとする方策には批判的な意見も多々見られる。対 GDP 比率で 2% 以上、2023年度からの5年間の総額で43兆円以上とも言われる日本の防衛費に対しては、今後はその財源をどのように捻出するのかが政治的な争点となっていくことは避けられそうにもない。さて、そんな現状に置かれた日本だが、冒頭で述べたように、名称が変更されたとはいえ、今の陸海空3自衛隊の規模や装備は、当然のことながら、近年の防衛計画の大綱で定められた範囲で、整備が進められている状態にある。それらの中では、201年度からの、いわゆる22大綱が、一つのターニングポイントであったと思われ、陸では、地対艦ミサイル連隊の増強と、戦車等の台数の削減、空では、航空機の保有機数の底であったことが伺える。そして、海においては、その増強の傾向が顕著であり、護衛艦の48隻体制、潜水艦の22隻体制、航空機こそ150機体制と少ないが、護衛艦は、以後54隻体制へと、増加を続け、日本においては、領海の防衛が重視されていたことは明白である。ここで何と言っても、注目すべきは、潜水艦の22隻体制の構築であり、一つ、前の16大綱では、16隻体制だった潜水艦の数を、一気に6隻増やした体制としている点であり、日本の領海防衛への姿勢が、よく体現されているように感じられる。
これは市場開放政策によって富に2000年代以降その膨大な経済力を背景に軍備の増強を推進してきた中国への対抗策であり、エネルギーから食料まで必要な物資を海路からの輸入に依存する日本にとって必須の方策だった。こうした資源の大半を南シナ海経由の海上航路で輸入している日本にとっては、有事の際にその航路を封鎖されないようにする手段として潜水艦を重視していることを示しており、理にかなった戦略だと思われる。もともと太平洋戦争の敗戦後の日本は連合国、具体的にはアメリカの意向によって潜水艦の保有を禁じられていた期間もあったが、旧ソ連との冷戦構造が始まると同国海軍の潜水艦が太平洋への進出を阻むことが求められた。そこでアメリカはそれまでの日本への政策を転換し、海上自衛隊への潜水艦の保有を認める路線へとシフトし、特に SLBM を搭載する旧ソ連海軍の戦略型潜水艦の太平洋方面への進出の阻止を海上自衛隊に帰求した。海上自衛隊の潜水艦は今に至るまで通常動力型であるため、水中での移動速度は原子力推進の潜水艦に遠く及ばないことから、北から宗谷、津軽、関門、対馬、大隅の5海峡をチョークポイントに定め、待ち伏せを基本戦術としている。そして1991年に旧ソ連が崩壊した後、近年は中国海軍の動きを牽制すべく、海上自衛隊の潜水艦隊の守備範囲は東シナ海から南シナ海方面にまで及ぶようになっており、日本の総連防衛のようとなっている。そんな海上自衛隊の潜水艦の中で、最新鋭の艦艇が太平洋型であり、一番艦で、ネームシップの太平洋が、2022年3月に、神奈川県の横須賀基地を母港に配備されおり、今年2023年3月には、2番艦の枠芸も就役の予定である。太平洋型は、前級にあたる、そう、流型の正常進化版と呼ぶべき存在であり、基準排水量で3000トン、全長 84.0 メートル、全幅 9.1 メートル、深さ 10.4 メートルの艦体を持ち、通常動力型の潜水艦としては、世界でも最大のクラスに位置している。この太平洋型は、そう、流型の12隻のうちの最終の2隻、11番艦、欧竜と、12番艦、東竜と同様に、機関には、ディーゼルエンジンとリチウムイオンバッテリーとモーターの組み合わせを採用している。太平洋型の開発に際しては、新型のディーゼルエンジンとモーター、そして、新設系のシュノーケルシステムの搭載が基礎されていたが、ディーゼルエンジンの開発が間に合わず、3番艦のジンゲイまでは、そう、流型と同型を搭載する。また、太平洋型では、光ファイバーを用いた新型のソーナーシステムを搭載しており、従来型の潜水艦よりも、索敵、探索能力を高め、もともと高い静粛性を誇ることに加え、領海防衛への大きな能力向上が図られている。兵装に関しても、太平洋型は、従来と同様に、533mm、魚雷発射管6門を艦首部分に装備しているが、ここからは、2022年から調達が始められた長魚雷の人は、知識魚雷や、対艦ミサイルである UGM-84 パープンの運用が可能である。対艦ミサイルである。UGM-84 パープンだが、最新型のブロック2では、およそ 250km 弱の射程距離を持つのと並行して、もっと近い距離であれば、対地攻撃にも使用可能とされており、太平洋型にとっても、
貴重な兵装と言えるだろう。ただし、これまでと異なり冒頭でも述べたように、日本でも長距離攻撃が可能なミサイルの調達に舵を切ったことで浮上してきているトマホーク巡航ミサイルの射程距離が軽く 1500km 以上であることに比すれば非力感は否めない。トマホーク巡航ミサイルと関連したところでは、日本でもこうした長距離ミサイルを潜水艦に搭載するべく、VLS、垂直発射艦を装備した実証実験艦の建造が打ち出されており、今後の続報が待たれる部分でもある。現在の世界各国の海軍における潜水艦は、大きく分けて、核兵器を運用可能な SLBM を装備する戦略型潜水艦と、対外型のように、敵の艦艇や潜水艦を主たる標的とする攻撃型潜水艦に大別されている状態である。そうした中では、トマホーク巡航ミサイルのような長距離の対地攻撃が可能な兵装を装備した潜水艦は、そのちょうど中間とも呼べるような戦術的な位置づけを持った存在だと考えて間違いではないと言ってよいだろう。海上自衛隊が今後、そのような VLS、垂直発射艦を装備した潜水艦を保有、運用するとなれば、稼働、訓練、メンテナンスのローテーションからも、少なくとも、3隻以上の配備が必要になるのではないかと、個人的には思えている。